6時50分です。この時間はまず札幌からニュースと道路情報です。日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を菅総理大臣が見送ったことをめぐり、道内の大学などの関係者で作る団体が学問の自由を脅かす行為だとして任命されない理由の説明を求めるなどとした緊急声明を出しました。緊急声明を出したのは道内の大学や高専の研究者や教職員、学生などで作る北海道の大学・高専関係者有志アピールの会です。日本学術会議の会員候補6人の任命を見送ったことについて菅総理大臣は、総合的・俯瞰的な活動を確保する観点から判断したとしています。これに対して今回の緊急声明は、学問の自由を脅かす行為で到底看過できるものではない、また任命しなかった理由について人事問題だから明らかにできないなどというのは説明になっておらず、受け入れることはできないとしています。その上で政府に対し、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明するとともに、任命されていない会員候補について速やかに任命するよう求めています。団体の共同代表を務める北海道大学の姉崎陽一名誉教授は記者会見で、一般の方々は関係ないと思うかもしれないが、今回の問題は学問の自由の入り口に初めて手をつけられたということで大変危惧している、日本の学術がどう発展するかということの根幹に関わる問題だと話しています。札幌市は DV ドメスティックバイオレンスの被害を訴える女性の住所や電話番号などを誤って加害者側の男性に伝えていたと公表しました。市は女性に謝罪するとともに再発防止に努めたいとしています。これは札幌市が今日記者会見を開いて明らかにしたものです。市によりますと、先月中旬 DV の被害を訴える札幌市に本籍地がある女性の住所や電話番号などを記載した文書を誤って加害者側の男性に送っていたということです。 DV などの被害を受けている場合、自治体に申し出れば加害者側に住民票の写しなどを交付しないようにできることになっていて、女性も去年12月札幌市などに申し出ていました。しかしその後、加害者側が申し出を不服として行った審査請求の手続きの中で、市が誤って女性の個人情報を記載した文書を男性に送ってしまったということです。市によりますと、今のところ女性に被害などはないということです。市はこれまで一人で対応していた書類の送付作業を複数の職員でチェックするようにするなど、再発防止に努めたいとしています。札幌市地域振興部の影山雄一部長は、重大な事案を引き起こし深くお詫び申し上げたい、本来であれば複数人でチェックすべきだったと反省しており、誠意を持って対応したいと話しています。札幌市と道、それに小樽市と旭川市は新たに20人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。札幌市で確認されたのは10代の女性、30代の男性、50代の男性、70代の男性、それに年代が非公表の男性の合わせて5人です。小樽市は年代と性別がいずれも非公表の5人です。道は尻石地方の20代の女性、胆振地方の60代の女性、それに空知、尻部市、胆振、日高、渡島の5つの地方で年代と性別が非公表の5人の合わせて7人です。そして旭川市は10代の女性と20代の女性、70代の女性の3人で、道内では今日合わせて20人の感染が確認されました。検査数は783件でした。市や道などによりますと、20人のうち1人は重症で、
残りの19人は軽症もしくは無症状だということです。また20人のうち5人について感染経路を終えていないということです。これで道内の感染者は札幌市の延べ1629人を含む延べ2410人となり、このうち死亡した人は107人、治療を終えた人は2096人となっています。では道路情報です。この時間は吉田さんです。こんばんは。こんばんは。ではお願いします。はい、お伝えします。高速道路の道道や札幌道、新宿道、道東道に渋滞しているところはありません。夜間の工事のため道道は上下線の長万部インターと豊浦インターの間、道東道は上下線の夕張インターと下勝インターの間、新宿道は全線が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めです。日高道は厚間インターと日高厚間インターの間、旭川門別道は摂津北インターと白滝インターの間、深川留萌道は深川西インターと留萌インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで上下線とも通行止めになります。一般道路の状況です。道道夕張新徳線はシムカップ村シムカップで事故のため片側の交互通行になっています。現場の指示に従ってお通りください。主な通りの天気は晴れまたは曇りで路面はほとんど乾いています。日本道路交通情報センターの吉田でした。はい、ありがとうございました。6時57分です。続いて釧路からお伝えします。羅臼町では協議会の役割について理解を深めてもらおうと、高校生が議員役になって総長に質問する一日議会が行われました。羅臼町議会で行われた一日議会には羅臼高校の2年生およそ30人が参加し、観光振興や町づくりについて質問しました。このうち男子生徒の一人は羅臼湖の利用促進のため駐車場を整備すべきだと指摘し、港谷実総長は過剰な利用を防ぐためにも駐車場を設けるのは難しいと見解を示しました。これに対して生徒が再質問に立ち、駐車料金の設定や取り締まりの簡略化など工夫すれば可能ではと提案すると、港谷総長は国立公園内であることなどに触れた上で、いい方法がないか関係機関と確認したいと伝えました。関係者たちと言うと提案が通らなくても何に通るか理由はないことがあって、そこになりました。関係省の情報です。関係省の情報です。釧路は北の風のち西の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。波の高さは3メートルで、うねりを伴う見込みです。根室は北の風のち南西の風がやや強く、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧の見込みです。波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。明日朝の予想最低気温です。釧路8度、根室11度。明日日中の予想最高気温は、釧路、根室、いずれも17度です。明日は10月14日、水曜日。釧路の日の出、5時35分。日の出、約4時2分。釧路港の満潮は、午前0時6分と午後2時7分。干潮は、午前7時6分と午後7時53分です。ここまで釧路から寺井がお伝えしました。時刻まもなく7時です。JOPG NHK 釧路第一放送です。